太平柄の DJ マイセルフ。昔僕 NGK ナンバーグランドカーですね、進行の仕事してたんですよ、舞台進行の、はいはい、ね、あのまだ売れてない時ね、うん、売れてんのか今大きい、今ちょっとあのな流そう思ったけど流さねんかったこれで後輩にね、林っていう天然ボケの女がいたんですよ。もう凄まじいですよ、もうなんでそうなるのっていう、うん、あの進行ってよう買い物行ったりして、まあ地理とかに詳しいのあります、店の場所とかよう聞かれるんですけど、うん、演者さんから、うん、店の場所、ここの店どう行くのって聞かれて、うん、まあ私ちょっと口でよう説明できませんから地図書きますわとか言って紙に地図書き出したんですよ、うん、ここが NGK でここが千日前通り で、うん、でここに交差点があって、うん、ちょっとややこしい場所なんですけどとか言って、うん、その店どこにあんの、うん、ここですとか言って目的地がね紙からはみ出してるんですよ。何やあかんがなそれ、伝説の目的地紙はみ出し事件なんでそうなるのってあとね土砂降り事件、うん、あの急に雨降ってきて、はい、外から休憩から帰ってきた林がね、はい、ずぶ濡れで、はいはい、宮川大輔師匠に、うん、おー外は土砂降りかって言われたんですよ。おー外土砂降りかって、うん、いいえ土砂降りでしたって、それどう違うの一緒やな、大輔師匠に突っ込まれてたり、一緒やな、あのブラジル事件っていうのがありました。ブラジルありましたね、懐かしい喫茶店あそうそう近所に喫茶店ブラジルって店がありまして、はいはいはい、芸人さんがよう出前で僕ら電話するっていうパターンなんですよ、はい、でボタン師匠が、うん、おー進行ブラジル電話してくれるかって言われて、うん、林がそれはできませんとか、あの国のブラジルと勘違いしてるんですよ。あできませんとかでボケてはんねん思ってそんなわけないやろいそれまたまたみたいな、あと米川兄さん事件というのがありま、はい、そうやな、あの米川兄さんから僕に電話がかかってきまして、はい、うん、米川兄さんという方、やん先輩でいらっしゃるんですよ、ね、はい、うん、で林が取ったんですよ、あの僕に電話かかってきて、で僕のとこ来て、あの米助さんから電話です突撃隣の番号入んないほんまや、米川さん下文字持ってこないしゃあないや、あと安江姉さん事件で、まだあの前に、あの道安江さんに用事があって、安江姉さんの後ろから安子さん安子姉さん安子姉さんってずっと声かけてんのに全然振り向かへん、そらそら名前違うねんから、で角曲がったところで安江ですって言われてとか言って最低やな、あとカップラーメンとカップうどん、まだだえすげえ、カップラーメンとカップうどんがあって、はい、あこれどっちか、みんなくれはったから、うん、もう選び言うて、うん、じゃあ林は、うん、ラーメンは油が多いから、うん、その私ちょっと油に気遣って油ダメなんで、うん、うどんいきます、うんうん、大丈夫か、うどんも油揚げ乗ってるがなと、うん、油揚げなんかそのね油で揚げてあるがな言ったら、油揚げって油で揚げてあるんですか、うん、っていうまさかの発言、油揚げって言うてんのに全然意味分かってないねそれ、まだいっぱいあります、まだあのがいやいやもういいもうやめときます、もういいもうなんでそうなるん、お前やすごいな、はい、今度その林読んだらいい、林読んだらどこ行ったんでしょうねどっか行きました、多分これ聞いてる、ね、皆さん多分、まあ、腹筋痛く絶対なりますよ、腹筋痛くなりますわ、じゃあ